キャリー・ジョージ・フクナガはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、作家、撮影技師。キャリー・フクナガはカリフォルニア州オークランドで生まれた。フランス、日本及びメキシコシティに滞在し、現在はニューヨークに拠点を置く。父親が日系アメリカ人3世で、母親の祖父がスウェーデン系である。母方の祖母からドイツ系とイギリス系の地も受け継いでいる。 第二次世界大戦中に起きた日系人の強制収容に伴い父親はユタ州のトッパーズ戦争移住センターで誕生した。一方母方の祖父は第二次世界大戦では戦闘機の操縦者だった。福永はカリフォルニア大学サンタクルーズ校を卒業した。グルノーブル政治学院でも学んだ。ニューヨーク大学の映画プログラムに在学中に 三段末書きはのラボに応募した脚本が通り、ビクトリア・パラチーノを取った。アレック・ボールドウィンがホストを務めるラジオ番組ヒアズ・ザ・シングにて、正確に言うと、NYU の映画プログラムは卒業していないと語った。米国ロックフェラー財団、ジョン・ H ・ジョンソン映画賞、グレース・ヒ財団、およびカトリン・カートリッジ財団からの奨学金を含む、いくつかの助成金を受けている。 英語に加え、フランス語とスペイン語に堪能である。両親の離婚後、母親の再婚相手がメキシコ系アメリカ人だったため、幼少の頃はメキシコのビーチで地元の子供たちと遊び、そこでスペイン語を覚えたという。フランス語を習得した後、フランス語の文法をもとにスペイン語を学び直したという。二千一年、スノーボードをするために北海道で六ヶ月暮らし、 そこで英語とフランス語を教えていた。短編映画、ビクトリア・パラ・チーノがサンダンス映画祭で上映され、2005年に学生アカデミー賞を受賞。この短編映画は2003年5月に米国テキサス州ビクトリアを走るハイウェイ77、ソインの放置されたトレーラーの中から17名が遺体で発見された実在の事件をもとにしている。2009年、 移民たちの過酷な現実を描いた闇の列車光の旅で長編映画デビューを果たす第5回オースティン映画批評家協会賞外国語映画賞2010年シャーロット・ブロンテの長編小説ジェーン・エアを宮はコースか主演で映画化2011年3月11日に米国で公開され日本では2012年に公開された HBO 系列放送の TB ドラマ、トゥルーディテクティブ、二人の刑事では、シーズン1の監督を務め、同年のエミー賞にて、ドラマシリーズ部門最優秀監督賞を受賞した。アフリカの内戦を題材にしたウゾディン・マイ・ウェアラの小説、ビースト・オブ・ノー・ネーションを、イドリス・エルバ主演で映画化、第72回ベネチア国際映画祭で、上映されると、マルチェロ・マストロヤンに賞を、 受賞2015年に公開された。2020年公開の007映画第25作目007ノータイムトゥダイの監督を務めることが発表されている。ありがとうございます。